見つけ映画大学始まりました。ただ今回はちょっとタイトルが変わりまして、かみつき映画大学リモート編要は座学です。ん、はい、家で勉強しなさい。なるほど。もう見てる時間がもったいない、うん、年明けから結構具合が悪いんですよ。あら、どうしたんですか。いや、いろいろね、うん、まあ、やることありまして、ね、はいはい、ほんでおまけにですね、うん、前回の約束のネバーランド、うん、800も行きませんで、うん、何をそんなにみんな俺を嫌ってるちょっといろいろ反省しておりまして、はいはいはい、言い過ぎたかな。それはね、田川寛太監督の視点で、ね、あれだから、いや全然気にしてないんですけどなんで300少ないんだろう300人どこ行ったんだろうもうやめようかないやいやいや、やっていきましょう。作品も選ばなきゃいけないのかなと。ああ、なるほど、うん、あ、そんな君の瞳はっていうのは1回目だから、うん、まあみんなご祝儀で見る、うんうん、でその次は来るっていう、はいはいはい、これは結構良かった、うん、でその時ドラえもん、ドラえもんね、急に約束のネバーランド500、はい、この300は何だったって興味がないんだろうな、みんな。そうそう、やっぱりね、ニーズっていうものがあるんですよ。あるのかな。なるほどね。ああ、うんうん、だから俺らが勝手にこう面白そうだなとか、うん、作りやすそうだなじゃなくて、うん、やっぱりニーズ答えないと、うん、それほどダメだということですよ、アメリカが。なるほどなるほど、うん、まあ、猫も借子もっていう話ですよね、うん、ああ、まあそういうことだね。いや、我が輩ね、あの見てみたんですよ、はい、アニメの方。おお、そのままでしたね結構忠実にそのままでしたね。そのまんま書いてある、うん、そのままだから、そのままだから見なくていいやっていう感じでね別に実写で見なくていいやそうかって、そのままだわ。だからそういうのを考えないと、うん、ってなると、うん、まあ、年明けないんだよ新幹線のね、2って言ったって、うんうんうん、無理無理。ああ、うん、もうその1にはかなわんと。いや、というわけじゃなくて、うん、見に行かないもん。ああ、ね、そう、うん、ずっと鬼滅の刃やってた方が良かったんじゃないかな。ああ、うん、なるほどね。もしくはそのなんだっけ、ペポル、うん、ペペル、ああ、ペペルね、ペペルか、うんうんうん、ああいうのが良かったのかもしれない、うん、選ばないとちゃんと、うん、ちゃんとだからもう行く気なかったのよ、うんうん、はい、っていうか紙付きやめようかなと思って早い、早い。コストもすごいしね。コストもすごい、確かにコストはね、コストもすごいでしょ。ほんでね、うん、もっと言っちゃえば、うん、ガチ砲弾で、うん、もうちょっと言いましたけれども、はい、やっぱり映画館行くのはちょっとまずいかなって思ってたから、まあ、確かにね、マジで、うん、俺は平気だと思ってるんだけど、うんうん、俺のスタンスは構わんっていうことなんだけど、うんうん、それでね、うん、わーっとやって増やす、うん、ね、うんうん、手助けをする必要はないわけ、まあ確かに確かに、理由に、うん、あ、サボれるかなと思ってサボるとか言うんだよね。それもあれば、うん、やっぱりこういう状況ですし、はい、皆さんやっぱりお家にいらっしゃると、うん、であれば、おうち時間促進じゃないですけども、うん、家で楽しめる方法を我々も提供していくのが一番ニーズに合ってるのではないかと、ね、年末からずっと言われてまして、うんうんうん、年末年始、うん、楽しめる、うん、ベスト3とかやってくださいよってずっと言ってた。あ、なるほどね。もうやるやるって言ってて、うんうん、もう思いっきり逃げましたねやっとね、私は常々、ね、そこにニーズがありますよと言ってそう、うん、やるやる、いや、それは人だねとか言いながら、うんうん、全く、よし、どの我が輩にも言ってきました。天狗さんが得意なその金消し、うん、金消しを手でこう持って、うん、こういかにどういう風に面白く遊ぶかっていうのをね、うん、やったら子供たちもね、うん、あ、どういう風に金消しでこういうのを遊べるんだとか、そういうのいいですよみたいな言ってたんですけど、うん、まだやってないです。そうだろ、まだやってないです、うん、あ、そう、はい、って感じだよねでも、違うよ、違うよ、違うよ、でもね、正しいのは知ってんだよ、あ、それ正しいなら、めんどくさいんだよ今さら俺が砂の器語ってどうすんのって思う。散々ね、散々ね、車中でね、そう、そういうことなのよ、やってましたからね。今さらね、そういうとこだよ、俺が七人の侍について語って面白いって、ね、てかもういいやんあなたたちね、本当にそういうとこよ。そうだよ、そういうとこがね、その300の差なんだよ。そう、そういうことなんでしょ。そういう、そういうことですよ。なるほどね、やんなきゃいけないよ、うん、一生懸命砂の器を語ろうよ、うん、要は非常事態宣言で外を出れないと、はい、という時にこう、まあ、アマゾン、はい、今出てますけども、このアマゾンプライムで楽しめるやつを俺に言ってくれと、はいはいはい、
有料だけですか？いや、あの、できるだけ無料で、見放題のやつでね、やってあげるのが皆さんにはよろしいんじゃないですか。うん、まあ、そらそうですな、はい。なるほど。じゃあ、どういう感じでやるの？ジャンルごとでいきますか。ジャンルごとでいきますか。はい。こういう時期ですから。うん、あの皆さんスッキリしたいと思いますからね。スッキリしたい、はい、スッキリしたいとなってくるとアクションかホラーか。ほうほうほう。怖がってスッキリしたいかアクションで爽快に行きたいか。クルビでいいんじゃないですか。それはもうやったでしょ。やったでしょ。じゃあホラーね。ホラーね、はい、じゃあ、はい、カテゴリーでこのホラーで、ホラー、はいはい、ホラーで無料でね、はい、俺、まあ俺ならどれを見るかなのか、アイアムアヒーローはない、神様の言う通り、これも別にない、うん、バイオハザードなんていいんじゃないですか。ああ、まあね、一から見始めるっていうのはいいかもしれない、うん、というか、それはなぜかというと、はい、俺が今、ちょっと見よう、一回も一本も見てないんですよ。ああ、そうなんですか、うん、こういうのはあまり見ないんですよ、僕。はいはいはい、なんですが、これを機にちょっと見てみようかな、なるほどなるほどって思うぐらいだから、うん、バイオハザードとかをいうのを見てみるのがいいかなと。なるほど、いうふうに思いますね。悪の経典、これホラーじゃないです、別に。あ、これホラーじゃないんだけど、うん、その年のワーストです、うん、僕の。あ、ね、言ってましたね、うん、だからこれを見るというのはあるんですけども、うん、コンスタンティン、はい、うん、これも面白いですよ、うん、これ結構好きですよ、うん、これはちょっと放送できないです。あ、なるほど。どれにしましょうかね、うん、今楽しめるやつね。そうですね、うん、検索させてもらいます、はい、これをおすすめしようかな。こちらをですね、皆さんに、はい、ご紹介したいなと。ハッピーデスデイ、うん、ね、吹き替え版もあの、うん、字幕版もあるんですけども、うん、繰り返しちゃうんですよ。あ、タイムリープもの、タイムリープ、あ、そう、タイムリープも、はい、タイムリープもなんです、これ、はいはい、この子が殺されてハッとまた起きて、うん、また殺されるまで、あ、なるほどね、はいはい、リセットされちゃうんですよ、はいはい、で、まあ、これはよくある話っていうのもあって、うん、で、もっと言っちゃうこのハッピーデスデイっていうこのここが、うん、すごくなんかもう C 級 Z 級っていうような新世界の映画館で2本立てでやってた。あ、はいはいはい、やってただろ。やってましたね、そういえばね。で、これ2本立てで1と2やってたんですよ、はい、ああ、やっぱりその、うん、こういうとこでやる映画だから、うん、Z 級っていうかもうそういうのだろうと思ってたんですよ。よくよく考えたらあそこの映画館実は結構2な映画やるんですよ。ああ、なるほどね、うん、はい、多分面白いからっていうんで2本立てかけたんだと思うんですよ、はいはい、うん、でも面白いって言っても、うん、こうタイムリープもなんかいっぱいあって、うんね、非常に毛嫌いしてたんだけど、はいはい、新世界でやってたっていうので、うん、一回ちょっと騙されたと思って見てみようと思ったんですよ、はい、これタイトルも良くないんですよ、うん、ハッピーデスデイって覚えにくいじゃないですか、うんうんね、ハッピーデイって言ったらバースってつきそうじゃないですか、うんうん、だからこれタイトル非常に良くないんですよ、うん、心地のね、表紙も実はそんなにいい表紙じゃないんだ、うん、ほうほう、ありきたりのホラー、まあ確かにね、だからこのありきたりのホラーが好きな人にはまあ見てみるかっていうレベル、うん、そういうのもいつでもやめてもいいやっていう、ね、うん、低予算だし、はい、うん、っていうふうに、ね、見てみました、はい、ものすごい面白いです。あ、そう、うん、このホラーね、コメディホラーなんですよ。あ、そう、ホラーコメディなんですよ、笑えるところもいっぱいあって、うん、はい、この主人公の女の子、うん、ホラーの映画っていうのはホラーの基礎っていうのっていうか、うん、あのセオリーっていうのがあるのね、うん、はい、ヒロインはあんまり美人を置くなっていうのがあるんですよ。それはジョン・カーペンター監督が言ったの、はいはいはい、ハロウィンっていう映画で一人生き残る女の子は他に殺される女の子よりちょっとブサイクをぶっ殺してるんです、はいはい、それは何でかっていうと、うん、あまり美人な子がよりももっとそのこのホラーを見てる男っていうのは基本ボンクラだから美人なんか相手してもらえないと、はい、うん、相手してもらえないから死ぬとスカッとすると、うん、でも俺らの相手してくれそうな地味な子は助けてあげたい、うん、それで感情移入するからちょっと落とせっていう、あ、なるほど、こういうセオリーをインタビューで言ってたんですよ、はい、なるほど。この映画実は一番美人の人が、はい、広いのがいてるんです、ね、結構綺麗ですね、綺麗なんですね、うんうんうん、ただ、はい、売りが、うん、ビッチなんですこいつ。そうですか。はははは。不倫してます先生と。はいはいはい、そうなんですね。いろんな男をダマグラかしてます。あ、はいはいはい、で日本語のポスター見るとこのキャッチコピーが時をかけるビッチって書いてある。で見てみると確かにもうビッチなんですよ。はい、うん、ただ
その出会った男の子とかタイムリープもんだから、はい、ちょっといいなと思ってても、うん、殺されたらもうまたゼロからだから、うん、人間性は分かるんだけれども、うん、この人ビッチだと思っちゃってる、はい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 、そっからまた一から構築していかなきゃいけない、うんうんうん、なるほど、うん、そういうのでどんどん彼女もキュートになってくるんです。なるほどなるほど。ビッチではなく本当のこの誠実な人と一緒になりたいっていうようなのもあるし、非常に面白いホラーサスペンスっていうかホラーコメディなんだけど、うん、サスペンスの要素もあって、うん、これ最後はおーだから、あ、そうなんですね、へーっていう感じ。脚本もすごくよくできてるの。へー、うん、だから意外にこれ掘り出し物なの。へー、これ本当に時間潰しには一番、1時間36分だからね、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいですね、確かに、そう、うんうんうん、ちょうどいいぐらいなの、うんうん、だからこれものすごく秀作です、すごい、なるほど、うん、脚本がものすごいよくできてる、はい、それは何がいいっていうと、このビッチな子がタイムリープするたんびにどん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 可愛くなっていくんですよ、はい、本当にこの美人の最初にホラーで殺される綺麗な人ってイメージ湧くでしょ、はい、まさしくその通りなんですよ、うんうん、それがどん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 いい子になっていく、性格も良くなっていくんですよ、はい、うん、人間の成長もちゃんと脚本でできてるし、うんうん、サスペンスとしてもどんでん返し面白かったし、うんうん、ホラーとしてもちょっと面白いです、はい、なるほど、ホラーとしてはちょっと弱いけどね、うん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 、だから最終的には結構おーホームラン打つっていうよりも、うん、綺麗にセンター前打ったって感じ。おお、なるほどなるほど。おお、見事見事っていう感じ、はいはい。そういうようなあの秀作ですこれ、はい。なるほど、なるほどね。うん、ここ最近で見たホラーで一番いい出来。あの いい出来っていうか、うん、いろいろあるのね。はい、例えばあの昔だったらね、あの こういうのがいい、ああいうのがいいっていう、うん、あのそうとかあんなさ、はいはいはい、あの大ヒットしたんじゃなくて、うん、地味にヒットしたんだけどこれいい作品だよとかいうのがあるのね、うんうんうん、ホラーっていうのは、はい、ここ数年じゃこれが一番ですよ。ああ、そうなんですね、うん、これが一番面白かった。でこれで見終わるじゃないですか、はい、実は2があるんですよ。ハッピーですね、2 、うんうん、が、はい、これ全部つながってますから、はい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 、あ、そうなんですね、1とつながってる、そのままつながってる、ね、そう、はい、でどうつなげてるんだろうと思ったら、うんうん、1見てたらめちゃくちゃ面白いです、これ。あ、そうなんですね、本当だ、ワン見てたらめちゃくちゃ面白い。要はワンの謎がそのままツーでまた解かれていくんですよ。これはね、多分なんだけど制作者もみんないい雰囲気で撮ったんだと。みんなそのままスライドしたのよ。はいはいはい、ああ、なるほどね、うん。だからものすごい楽しそうに撮ってるの。なるほど。だからそういうのってね、映画ってすごく大事で、はい、現場の雰囲気ってわかるんですよ、はい、あ、この現場最悪だったろうなとか、うんうんうん、これ多分ね、みんな仲いいですよ、多分。なるほどね、うん、だからいろんなアイデアが出たんだと思う。うん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 、うん、だからみんな思い入れがあるから、はい、この2もいい脚本なのよ。あ、そうなんですね。実は1で、うん、結構本当に脇役の脇役の脇役なのに、うんうん、2は結構主役級になったりする。なるほどね、そうですね、うんうん、それも1を見てたら、あ、今度この子主役で行くんだ、うん、そんなのが想像つかなかったかなっていう、うん、だからどういうことかっていうと、みんなが今度お前やれよって、あ、マジですかみたいなノリで、それでみんながとかじゃなくて、うん、面白い面白い、それやろうやろうって、うん、なるほど、うん、ほんでみんなそのまま引き続き、うん、その性格とかそういうのも変えやだから、はい、もう楽しんでやってる。なるほどなるほど。だからこれもまた1時間39分、そうですね、見やすい、いい時間、日本人は1がヒットしたら2、うん、これ2時間やるんですよ、うん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 、また余計なことばっかり、はい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 、ワン見たら、すぐあるんだって言ったらすぐ見ると思います。なるほどね。うん。あの、それぐらいもう秀作。ほんで、2がダメなのかって言ったら、実は、うわ、3作ってほしいと思うような映画。ああ、なるほどね。多分これね、3、いつかやると思いますよ。うん、また、リブートみたいな感じになると思うんだけれども、はいはい、固定ファンは結構いると思うな。うんうんうん。うん、いや、これは、もとも、どっちのパターンなんですね。これ、続きものがある場合って、うん、その、最初に1個できました、うん、出来が良かったからじゃあ2をやろうかっていうパターンと、うん、もう鼻から続きもの構想でやってるパターン、これはね、この映画はそれは考えた、確かに言われた通りに、うん、やれたらこういう構想があるんですっていうパターン。ああ、なるほどね、うん、だからみんなでね、わーって多分打ち上げとかで、わー飲んだ時に、おい、これもし当たったらどうするって話になった時、はい、多分ね、作っててもうあの手応えはあったと思う、はい、これは面白いもんできたって言って、はい、ほんで、うん、そこそこ当たるだろうっていうので、うん、手応えはあった時に、うん、じゃあこれもし2やるんだったらどうするって言った時に、うん、実はってなったんだと思う、こうするんですよ、ほんで、うわ、お前それはちょっと冒険しすぎじゃねっていうような
主人公なんですよ次が、はい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 、なるほどね、うんうん、それはちょっと意表つきすぎだよって言って、うん、でもそのままやってるんですよ。おお、そうですね、うん、それを、はい、だから多分構想があるんだけど、うん、まさか2作れるとはっていうパターン。なるほど、ね、多分なるほど、はいはい、2作るからって言っていやそれは無理だよじゃなくて、はい、その1の面白さが2にそのまま流れてるから、うん、その発想がね、はいはい、だからおじゃあもうそのままで行こうよって言ってパパンとすぐ作れたんですよ。なるほど、ね、なるほど、はい、これ多分、うん、アメリカがそんな日本撮りでどうのこうのっていうのをやるんだけど、はい、これに関して言ったら2っていうのは予想してなかったんじゃないかな、うん、うん、っていうことだと思います。なるほど。とにかくこの時をかけるビッチ2はですね、時をかけるビッチ再びだからアゲインだ、アゲインキュートになってったそのほんでこの子が死んだら次に行くわけだよ、はいはい、もうねミュージックビデオ風にどんどん自殺していきますからあもうそれが最高の面白いんだよ、はいはいはい、自分から入っていくからはいはい、慣れてきた。なるほどなるほど。だからねこれもしかすると吹き替え版の方が面白いかもしれない。あこれねどっちもありますからね、うん、あどっちもあるんでね、うん、皆さん楽しんでいただきたい。これは絶対外れないです、はい、なるほど、うん、これは本当に面白い、はい、うん、だからホラーの怖いとかいうのではないんだけれども、うん、あのまあ一応ホラーの括りと、うん、サスペンスの、はい、でコメディの、もうすごいあの贅沢な括りで、なるほどなるほど、うん、で意外にエロシーンがないんで、うん、家族で見れると。なるほどなるほど、うん、でこれ結構ゲラゲラ笑うタイプなんでね、うん、はいはいはい、うん、ぜひぜひこれはいかがなものでしょう。よろしいですね。なるほどなるほど。日本映画のホラーは俺は見る見なくてもいいよ。まあ見たいんだったら来る見れば、いやまあ来る見ればまあ問題ないんですけど、もう一本言いましょうか、はい、クワイエットプレイスにしましょうか、はいはいはい、はい、これも外れはないです、はい、うん、外れはないんだけれど、うん、俺は結構退屈だったんだよね。ああ、はいはいはい、うん、でも普通の人からすると、うん、これは十分怖いと思う。怖いですね、うん、確かにね。この子がブサイクっていうのもあるけどヒロインの子がね、ブサイクっていうのもあるんだけど、時間潰しにはいいと思うね。90分でしょ。そうですね、ほんとほんと、うん、90分ですね、うん、そう、こういうことなんですよ、うん、そうは続いたらほら1時間50分、うん、確かに、うん、こうなっちゃうんですよ、うん、どん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 尺が伸びてきちゃう、うん、うん、このファイナルデッドコースターっていうのも、はい、ワンが一番なんだけど、ね、はい、ほら93分でしょ、うん、ああそうですね、うん、うんうんうん、日本の映画っておかしいんですよ、うん、あのホラーなのに2時間半とかね2時間10分とか、うん、あの平気でやってくるんですよ、うん、しんどいですもんね。そうそうそう、うん、ホラーは90分、うん、基本は。これはねワールドウォーZ、はい、これ人気なんですよ、はい、人気だから多分これ無料で見れないと思いますよ。あ、そうなんですね、うん、ほらね、ああ本当だ、ワーワーに、うん、はい、うん、これ人気なんですよ、はい、でアマゾンプライムさんは1個だけ、これは見たいっていうやつは絶対有料。なるほどね、そういうところ抑えてんのね。そういうところは分かってるっていうか、はい、俺ねこれはちょっとね、うん、今あのネットフリックスとかね、はい、いろいろある中で考えた方がいい、うん、ちょっとあまりにも分かりすぎる、うん、なるほどね、うん、これ無料で見れんだっていうのがもうあんまりないんですよ。ああなるほどなるほど、うん、ちょっとだけ一言、はい、コクソンという映画、はい、出ましたコクソン、これね、はい、うん、あの本当にふざけんなよっていうあれこれでしたっけ最後、あの方が悪魔になられる。はい、そうです。あ、そうですよ、ね、もうどうしようもないです本当はこれをやりたい俺は。ああこれはこれを皆さんに紹介したいの、サスペリア、はい、これはあれですか、魔女っ子大戦争じゃないですか。魔女っ子大戦争の方です。あ、そうですね。なんだけどこれはちゃんとレビューしたい、はい、うん、うん、今ちょっと寄ってもらってますよ。ネタバレになっちゃうんだけど、これおじいちゃん、これ女性ですからね。そうなんですね。そう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 、そうこれ女性なんです。へえ、一人4役やってるんです。そう、そうなんですか。うん、こっちのサスペリアはちゃんとレビューしたい。それはなぜかというと2018年、要は去年一昨年の俺のナンバーワンだから、うん、あ言われてましたね、うん、サスペリアでも話してましたね。そうそうそう、この映画が、うん、だから2年前か。そうですね、2年前の俺のベストの、はいはいはい、うん、っていうぐらいすごくあのホラーがベストになるって実は意外あんまりないんだけど、うん、これは俺はベストワンにしましたね。なるほど。だからもしねハッピーデスデー、これはバカすぎると、うん、これは違うんだという方はこれ見られたらどうですかね。うんうんうん、これはアマゾンオリジナルだよね。そっか、2018年、これ無料ですよ。これはね、無料ですね、はい、
実はここら辺の時代から、うん、ホラーがちょっと変わってきたんですよ。ほんでこのサスペリアの次にそのレジェンダリーとかいう映画があって、はいはいはい、うん、今ホラーって実はジェイソンみたいなダーンとかじゃなくて、結託そ悪い、うん、あのエフェインテリがちょっとホラー、うん、俺もホラーも見る俺ってってかいう、うん、ツタヤとかあそこら辺が、うん、いい映画ですとかなんとか言って、うん、紹介するんですよ。あん騙されちゃダメですからね。なるほど、ね、あんなの全然分かってないん実は、うん、あのいい映画かどうかはまた別として、うんうん、やっぱああいうのはねほんのちょっとだけでいいんですよ、はい、うん、だから皆さんもしあのハッピーデスデーはちょっと、うん、でもサスペリア見てねえやっていう人には、うん、ちょっとこれご覧になったらどうでしょうか。これはいつかでレビューしますちゃんと、はい、うんうん、タランティーノが男泣きしたという、おー、なるほどね、うん、で俺も泣きましたこれ、はいはいはい、ホラー映画のに泣くのよ、うんうん、だからそこがいちびったホラーとはちょっと違う、はい、なるほど、うん、ダリオ・アルジェントはちょっと怒ってるらしい、あ、そうなんですね、うん、これは違うとか言ってるらしいんだけど、うん、俺はダリオ・アルジェントのよりこっちの方が、うん、うん、そのなんていうかアーティストっていうか、はい、アーティストっていうんだったらやっぱりダリオの方がすごいんだけれども、まあね、表現者としてはこっちの方が面白いですね。うん、なるほど、うん、今回は、はい、ハッピーデスデーと、はい、ワンツー、はい、そして、それがちょっとっていうんだったら、うん、サスペリアと、はいはい、いう形でいかがでしょうか、はいはい、ぜひともねご覧になって面白いとか私はとかあの感想があったらコメント欄に書いて、ああもうぜひ書いてもらって、どんどん、はい、ほんでそこでね質問なり何なり書いてくれたら、ね、あの次のやつで回あの回答していきますからね。そうですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はいはい、ということで、はい、来週は何をじゃあ来週は何でしょうかね。もう今回ホラーでしたから、うん、次は一転してラブロマンスとかラブロマンスラブロマンスいいですね、面白そう。わかりました、頑張りますよ、はい、ラブロマンス、はい、ちょっと勝負だね。ということで、はい、また。お会いします。